お疲れ様でですす大学の特別講義でございます今回は騙されたマクドナルドということでね、まあ、アンケートの、まあ、怖さと言いますか、うん、デメリットについてナミさんの方から動画の方を送っていただきましたこれ私もね大学の時に市場調査論っていうのがねありまして講義でこれが非常に興味深かったんですけどもその一つの例としてアンケート結果っていうのはその企業や団体が導きたい方向に誘導するために行われるって ということらしいんですよ。これ具体的にどういうことかというとね。ある特定の企業が。もう最初から結果ありきでアンケートを取るんですけども。実際にアンケートはするんですよ。例えば。二百人に対して。アンケートを取る部隊を。a. B. C. D. E. というふうにね。五つの班に分けて。アンケートを出します。そうすると。二百人のアンケート結果が。五つ存在することになるんですけども。その中で最も。自分たちの誘導しやすい方向に。 出た結果のアンケート結果を掲載する発表するってことらしいんですよね、まあ、そうなるとねアンケート結果が出たというものを見てなるほど世間はこういうふうに考えているのかっていうふうに読者は読み取るわけなんですよねでも実際にバイアスをかけててるってことなんですよ、ね、ですんでねよくね世論調査っていうのもありますよね選挙が近くなってくると。世論調査っていうのも 複数のの世論調査の結果を出しておいてその中で最も自分たちの誘導しやすい方向に出た結果のものを発表することによって、さらに世間を先動していくっていうね、そういうふうなバイアスをかけていくらしいですね。いや、だからね、市場調査ってのは、人をクらかすためにあるんですよっていうふうに、その時講義で教わりましたね、用心用心ということでございます。そししてて逆にこれをテククニックとして使うならば 様々なアンケートを取っておいて、その結果を必要に応じて出していくことによって、まあ自らのね、正当性を主張したり、それから他者を貶めるために使うっていうことがあるらしいです。あるアンケートでですね、2023年なのに、2016年のアンケート結果を最新版として打ち出しているわけなんですよ。そうすると、下の方に小さく2016年版最新版って書いてあるんですけども、タイトルのところでは、 ついにこんな結果が出ましたっていう風にバイアスをかけていくんですよね。まあ通常出たアンケート結果が何年のものなのかってことは意識せずにあこれが最新版のものなんだっていう風に先入観を持って読者は見るということを利用したそんな結果でございました。じゃあ今回は以上でございます皆さんもご用心です。